それでは、ただいまから新型コロナウイルスに関する日本 EU ウェビナーシリーズの第1回目でありますけれども、新型コロナウイルスと緑の復興というウェビナーをこれから開催いたします。まず本日のウェビナーのモデレーターを務めさせていただきます、東京大学の未来ビジョン研究センターの高村と申します。よろしくお願いします。実にこのウェビナー大きな関心を寄せていただきまして、登録者800名を超えているというふうに伺っております。まだ今入っていただいている最中だと思いますけれども、このウェビナーシリーズですけれども、2019年に日本と EU の間で戦略的パートナーシップ協定を結び、新しくより進化した日本と EU のパートナーシップを開始いたしました。政治問題だけではなく、エネルギー、気候変動、経済、財政政策、安全保障、防衛、あるいは人と人とのコネクティビティなど、幅広い政策分野について協力や協議を一層強化するということを目的としたものです。先月5月の末に日本と EU の両首脳の間でオンラインの会議が持たれ、世界的なこの新型コロナウイルスの流行の影響からいかに私たちの社会と経済が復興するか、ここに日本と EU がどのような役割を担うのか、我々が重要な役割を担っているということを確認をし、この戦略的パートナーシップの下で一層の協力協調を強化するということを再確認をしました。このウェビナーシリーズは両首脳陣が確認をした合意に基づく取り組みです。今回の危機的な状況に日本と EU がいかに対応しているか、その情報と意見を交換をし、こうした状況に対処するための日本と EU の間の協力連携をいかに強化していくかということを議論する場とすることを狙っています。このウェビナーはこの回も含めて全体で9回を予定をしているものでありますけれども、それをキックオフをする最初のウェビナーです。本日のテーマはそういう意味では新型コロナウイルスと緑の復興、グリーンリカバリーという点で、大きなこの復興の考え方、どういう復興が構想されているのか、私たちはどのようにそれを進めていくのか、どういう連携が可能かを考えていきたいと思います。まずこのウェビナーについて、に際して、日本と EU からご挨拶がございます。まず日本側から小泉進次郎環境大臣のビデオメッセージをいただきます。 So could you please start a video message by the, our Minister 小泉。環境大臣の小泉進次郎です。今日はこのようなご挨拶の機会をいただきありがとうございます。今私たちは新型コロナウイルスという危機と気候変動という2つの危機を迎えています。その解決のためには国際協調が不可欠です。今回 EU や日本の有識者の皆さんの参加を得て開催されているこのウェビナーも、国際協調を進める上では大変有意義だと思います。コロナ後の経済社会の活動の再開にあたっては、私はずっと言ってることは、従来の経済社会に戻るのではなくて、より持続可能でレジリエントなものへと変革をしていくためには経済社会の再設計、リデザインが不可欠だということです。じゃあそのコロナ後の社会のリデザインとはどういうことから始まるのか、今3つの意向が大事だと考えています。1つ目の意向は脱炭素社会への意向です。例えばコロナの影響で e コマース、そしてテイクアウトなどのこのデリバリーサービスの需要が増えています。そういった配送に使われているバイク、そして車などを電気バイクや電気自動車に変えていく、そのための支援も環境省として今回予算に入れました。そして2つ目の意向が循環経済への移行を進めていくことです。日本は従来から循環型社会の取り組みをリードしてきました。レジ袋の有料化は来月から正式に始まりますが、これは EU の中では多くの国がすでに
取り組んでいるところでもあります。ただ日本はペットボトルのリサイクル率にとっては 85% のリサイクル率をすでに達成していて、ここは世界でもリードしていると言えます。今後プラスチックを皮切りに循環経済、サーキュラーエコノミーへと移行を着実に進めていく、そして経済成長と雇用を創出をしていく新たなエンジンとしていきたいと考えています。そして3つ目が分散型社会への移行です。日本の国立公園は今環境省が所管をしていて、全国に34の国立公園があって300カ所にキャンプ場もあります。そしてこの日本の国立公園は日本を代表する景勝地に、国立公園の中に民家、そして旅館、ホテル、こういったものも数多く存在をしていて、地域住民の皆さんが暮らしているという特色があります。環境省ではコロナ収束後の反転攻勢に向けて、観光客の減少で打撃を受けたこの観光事業者の皆さんの雇用の維持や確保に取り組むと同時に、今テレワーク、そしてリモートワークが進んでいる中で、国立公園からもリモートワークができる国立公園ワーケーションを新しい選択肢となるように、今国立公園の魅力向上を進めています。このように脱炭素化への移行、そして循環経済への移行、そして分散社会への移行、この3つの移行によって経済社会のリデザインを実行していきたいと思います。最後に一つお知らせがあります。9月の上旬にコロナからの復興と気候変動の対策を世界中がどのように共有しているかという、ウェブ上での世界各国が集う場、オンラインプラットフォームを立ち上げることを予定をしています。これは今年の4月に開催されたペータースベルク気候対話で私から提案したもので、エスピノーザ条約事務局長やグティエレス事務総長、そしてまたドイツのメルケル首相も含めて前向きな賛同と支持を得ました。現在9月上旬に閣僚級でオンラインで世界各国がコロナからの復興と気候変動対策の両立をどのようにやっているか、この情報共有をする会議の開催を今事務局と連携をして詳細を詰める活動をしています。各国に招待状を送る予定ですが、今こちらにいらっしゃる EU の関係者の皆さんにはぜひこのメッセージが招待状だと思ってもらいたいと思います。もちろん正式な招待状は皆さんに発送させていただきます。今こそ日本と EU、 そして世界が協調してコロナ後の世界をリデザインしていきましょう。今日ご挨拶を機会をいただきましてありがとうございます。このウェビナーが実り多いものとなることを心から記念をしてご挨拶と返させていただきます。ありがとうございました。日本語英語でこのウェビナーは同時通訳がついております。日本語を英語を選択をされるところがですね、Zoom の下の方に通訳という欄がございます。こちらの通訳のところで英語、日本語を選択をしていただくことができます。それでは続きまして、EU 側からビルギニアス・シンケビチュース欧州委員会環境海洋漁業担当委員からご挨拶をいただきます。Good afternoon, everyone, and thank you for joining the webinar. COVID-19 has turned the world upside down, and it's a chance to reinvent formats. These interactions will be a great opportunity to explore new ideas, new forms of cooperation between the EU and Japan, better coordination in our strategic approach. It's important to tackle the big issues at the beginning.So I'm very happy that we are starting with recovery. The crisis is deep, but we will recover. We will build back stronger and better. But to jumpstart our economies, we need massive investment. Investments to become more resilient, to
to tackle climate change, to cut down on pollution, and to improve protection of the natural world. The crisis is an opportunity to build a new normal, to transform patterns of production and consumption, and therefore to deliver the future we want greener, less wasteful, and more respectful of the planet. Europe is building that future with its new Green Deal. It decouples economic growth from the use of resources with no one left behind. The transition we want will be just and fair and in line with the need of future generations. Under the deal, public investments take a green oath to do no harm. It means renewable energy, a circular economy, sustainable food systems, and more green tech. It also means a greater concern for sustainable finance and more sustainability in corporate governance. Japan and the EU are partners. We cooperate closely in crucial areas, and we appreciate Japan's leadership on environmental policies at the G20 and in other multilateral fora. But the recovery is not just about us. We need a global green recovery for the world to become more resilient. That starts with full implementation of existing frameworks like the 2030 Agenda and the Paris Agreement. But it also includes the new global deal on biodiversity to be agreed next year. I look forward to further engagement and more cooperation with Japan on these global agendas for the environment. We can make a difference. With resolute commitment and joint determination, we can help bring about a global green recovery together. Thank you. ありがとうございました。それでは早速ですけれども、基調報告、キーノートプレゼンテーションに移ってまいります。まず最初のキーノートプレゼンテーションは、マーク・ヴァン・フォーケーレン大使でございます。欧州対外行動局の気候変動担当大使でございます。So, distinguished ambassador, could you please start your presentation?高村さん、ありがとうございます。まず最初に、駐日 EU 代表部、そしてこのウェビナーシリーズを主催していただいております団体の方々にお礼申し上げます。今日が1回目で、9月まで続きます。そして、日本と EU にとって重要なさまざまな話題となっているトピックを扱うことになっています。多くの分野で日本と EU は協力をしておりますが、環境と経済というのはその中でも中核的な分野です。小泉大臣と気候担当大臣の大使の方から先ほどお話がありましたので、私からはグリーンリカバリーについて特にお話をしたいと思います。世界各国の政府は経済を安定化させることができるようになっていますが、これからは安定化から復興へと向かいます。2020年の経済状況の見通しは厳しいものです。EU の見通しはマイナス 7%、日本はマイナス 5% だと思います。この不況から抜け出すための、そして安定した状況に戻るための政策が必要です。そのために大規模な公共投資と減税が必要です。これからの数年間、そしてより長期的な政策が必要です。その他に選択肢はありません。多くの人は今年の景気後退によって温室効果ガスの排出が減ったと指摘されています。確かにそうです。しかしながら、この削減は一時的なものです。これから各国で経済が再開されるからです。そして第二に、パリ協定の目標、すなわち気温上昇を2度以内に抑えるという目標を達成するためには、今年の温室効果ガスの削減と同じだけの削減を毎年繰り返す必要があるということです。つまり、このコロナウイルスのパンデミックによって安心できるのではなくて、
必要なだけの削減をこれからもしていく必要があります。しかしパンデミックの暗雲にも一筋の希望が見えます。大規模な投資が必要であるということ、これはユニークな長期的な投資を行うチャンスでもあります。そして減税やあるいは助成金などを企業や世帯の行動変容のために使うことができるのです。大げさではなくて、これは一世代に一回あるかないかのチャンスです。理由は簡単です。一旦コロナウイルス関連の歳出が終わってしまえば、政府はもうお金を使い果たしてしまうからです。そして公的債務のレベルも膨れ上がります。この政府の刺激策は大規模である必要があるというのはコンセンサスができています。非常に大規模な額、10兆ドルぐらいの規模、これは去年の GDP の 8% に相当します。ですので問題なのはそれを何に使うのかということです。でここで私たちは岐路に立っています。この景気刺激策を化石燃料に頼った古い経済を復興させるために使うのか、それともこの機を捉えてビルドバックベターをするのか、すなわち新しい経済に投資するのか、すなわち再生可能エネルギー、エネルギー効率、リサイクル、自然の再生などを特徴とする新しい経済に投資するのかということです。私たちのグリーンリカバリーの計画の良いところは、これは健全な景気対策でもあるということです。景気対策が効果的であるためには3つの要素が必要です。スピードと雇用と、そして波及効果が大きいということです。すなわちお金はすぐに実施できるプログラムに使うべき、また労働集約型の使い方であるべき、そして主に国内経済に裨益するべきだということです。さまざまな国際研究が示すように、気候変動対策の優先分野、例えば太陽光パネルの設置の加速化、公共の建物や公営住宅のリノベーション、植林、そして電気自動車の充電ステーションの設置などはその条件によく合致するものです。どの道を選ぶべきなのかという問いへの答えは簡単のように思いますけれども、実際はそんなに単純ではありません。というのは、前回の2008年の景気後退からの脱却の仕方を見ますと、その当時の経済復興政策というのは CO2 に依存した経済を復興させることに使われました。当時の財政パッケージのうち 12% のみが新しい経済セクターに利するものであったとされています。今回は現在の持続可能ではない排出のトレンドを見ますと、そして再生可能エネルギーのテクノロジーが成熟したこと、そして政府からの支援はあまり必要としなくなっていることを考えていると、正しいお金の使い方が必要、つまりこの復興パッケージというのはグリーンなものでなくてはならないということです。もちろん現在のコロナウイルスの危機の中で人々は健康や仕事や収入、これが一番大きな心配事です。でも同時にこのグリーンな復興というのは世論にも好意的に受け止められるでしょう。4月に公表された14カ国の世論調査によりますと、回答者のうち3分の2が政府の復興政策は気候変動対策を優先すべきだと答えています。日本や EU ではこの数字は 70%、 アメリカでは 60% でした。そして中国では 90% 近くの人がそう答えていました。EU としては復興はグリーンなものでなくてはならないという提案、これは決して難しいものではありません。というのはコロナウイルスの起こる前、すでに去年の段階でグリーンディールを新しい成長戦略にする、デジタル化とともに新しい経済成長戦略にするということを決めていました。このグリーンディールというのは包括的なプログラムで、気候変動対策だけではありませんが、気候変動対策が中心になります。グリーンディールというのは循環経済を推進し、
生物多様性を保全し、そして持続可能な食物連鎖を推進し、そしてそれぞれの分野において政策や計画を実施していくことになっています。現在私たちが経験しているこの深刻な景気後退、むしろこれがきっかけとなってこの戦略を展開していくのを加速化していくでしょう。2週間前、EU の行政府である欧州委員会は、EU の向こう7年間の予算案を発表しました。およそ3000億ユーロが気候変動関連の予算になります。それに加えて、特別なコロナウイルス関連のスキームによって、いわゆる次世代の EU インストラメントというものを通じて、追加的に3000億ユーロなどがグリーンディールのゴールに使われます。これが2021年、22年使われる額です。また、ヨーロッパ投資銀行も、今後10年間の間に1兆ユーロのグリーン投資を支援していきます。そして最後に、各加盟国が発表した刺激策があります。例えば先週ドイツが1300億ユーロの復興策を発表しました。フランスが580億、オランダが280億などとなっています。こうした国内計画の中にもかなり顕著なグリーンなコンポーネントがあります。まあ、こうした面について日本の皆さんにはさほど関心が高くないかもしれないので詳細は申し上げませんけれども、重要なのは EU の戦略、復興戦略の全体像、そしてそのかなりの部分がグリーンなものであるということなんです。もちろん公共の支出というのはその全体像の一部でしかありません。気候変動対策、そしてその他のグリーンディールを実施していくためにはもっと民間セクターの資金を動員する必要があります。というのは求められている行動のためには公的セクターの能力をはるかに超えるからです。民間投資が必要です。これについては他のスピーカーもおっしゃると思いますが、民間投資というのは非常に重要です。ですので規制枠組みを通じて、そしてプライスシグナルを通じて正しい方向に導いていくことが必要です。だからこそ我々は気候法を提案しました。これは2050年に気候中立を達成するというものです。さらに2030年の排出削減目標についても高めていくことを提案しています。これがより野心的な NDC に反映されることになるでしょう。また排出権取引についてもより多くのセクターに拡大していきます。また使い捨てプラスチックについての課税も提案しています。コロナウイルスの危機、これを無駄にすべきではないと考えます。その他の国々、特にその他の G20 の国々、 G20 全体で世界全体の排出の 80% を占めますから、 EU の計画戦略が参考になれば幸いです。特に日本のように緊密な連携関係を維持してきた、そしてパリ協定の実施のコミットメントを共有している国々と議論を深めていきたいと考えています。小泉大臣がオンラインプラットフォームの設置を提案されました。これによってコロナウイルスからのグリーンなリカバリーの戦略を話し合うというこの案、大賛成です。そして9月には大臣級の会合も行われると提案されています。学びといえば、私たちはもっと非常に重要な日本の復興パッケージの中身についてもっと詳しく知りたいと思いますし、それがいかに日本がより野心的な気候変動のゴールを打ち出すのにいかに役立つのか、2030年であれ50年であれ、それがどういうふうに貢献するのかを知りたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。今ちょうど日本の復興についてぜひ知りたいというメッセージをいただいたというふうに思います。それでは続きまして、環境省の地球環境審議官森下悟様からご報告をいただきます。それでは森下さん、ご報告をお願いいたします。
はい、環境省の地球環境審議官の森下です。高村先生ありがとうございます。また今日参加をさせていただいて本当に光栄であります。それではスライドを使いまして少しお話をさせていただきます。次のページお願いします。 Next please。 冒頭小泉環境大臣のご挨拶の中で大臣から直接コロナ後の経済社会活動の再開にあたってはより持続可能でそしてレジリエントなものへと、世の中を変えていかなくちゃいけない、そこを目指していかなくちゃいけないということでありますが、そのためには経済社会の再設計、リデザインを進めていくことが必要だというふうに考えています。そしてこの経済社会のリデザインには脱炭素型社会への移行、循環経済への移行、分散型社会への移行、これが3つのキーになるというふうに思っています。 Next please。 Next slide please。 はい、ありがとうございます。まず脱炭素社会への移行です。日本の新型コロナウイルス対策、コロナウイルスのパンデミックからの復興に関する取り組みとして、この4月7日に緊急経済対策が閣議決定されています。この緊急経済対策の中で、気候変動、環境に関する取り組みに関する方針といたしまして、我が国のデジタルトランスフォーメーションを進め、脱炭素の移行も推進するという方針を明記しています。コロナ後の新たな社会を見据えて、デジタル化を一気に進めていきます。この緊急経済対策においては、環境情報や手続きのデジタル化、物流 EV 化、生産拠点を国内回帰する企業の RE100 化、RE100 化をキーワードとして掲げています。具体的な予算措置としては、環境省では次の4つの事業を進めていきます。まず、温室効果ガス排出に関するデジタルガバメント構築事業。どこからどれだけ温室効果ガスが排出されているかという情報を国内で一元的に管理をし、事業者や自治体の皆様方にご提供して、排出削減や地域循環共生権などの関連する取り組みに役立てていただく、そういった事業を進めていきます。次に、Jクレジット制度運営促進事業です。Jクレジット制度とは、省エネルギー機器の導入、あるいは森林経営、こういった取り組みで創出をされました温室効果ガスの排出削減量、あるいは吸収量、これをクレジットとして国が認証する制度であります。国によって制度運営されていまして、このクレジット、たくさんの事業者の方々に、例えばカーボンオフセットなどにご利用をいただいています。このクレジットが取引をされることで、クレジットを創出する地域、への外部からのお金の還流、資金の還流が促進をされるということも非常に重要なこの制度の利点だということであります。次のスライドお願いします。Next slide, please. これ、ね、配送拠点とエネルギーステーション化による地域貢献型脱炭素物流等構築事業です。小泉大臣のご挨拶の中にも触れられておりました。これは新しい事業、新規事業です。例えばコンビニを考えていただきますと、コンビニでは配送車両が多く利用されています。これを電動化、EV 化します。加えて、この EV をバッテリー交換方式としまして、配送拠点をエネルギーステーション化するということで、地域の再生可能エネルギーを活用した、脱炭素型の物流モデルの構築を進めていこうと思っています。これに加えまして、この物流配送拠点の防災拠点化、これを同時に進めていこうと思います。例えば停電の際でも、地域住民の皆様がこれらの拠点で携帯、スマホを充電して、防災対策に関する情報をオンタイムで入手していただけるようにするなど、地域貢献型の新たな取り組みを進めていきます。予算措置4、サプライチェーン改革、生産拠点の国内回帰も踏まえた脱炭素社会への転換支援事業です。既存したサプライチェーンの改革や生産拠点整備の基盤となるエネルギー業界については、今後、脱炭素エネルギーが求められます。さらに、気候変動の影響によりまして、台風などの災害が激甚化をしていることを踏まえて、
気候変動対策と防災対策双方に役立つレジリエントなエネルギー供給を実現をしていくことが重要です。そこでエネルギーを自家消費する民間事業者の皆さんが太陽光発電の導入を行う際にその初期コストを低減させるため太陽光発電整備等を設置する民間事業者に対して設置にかかる費用の支援を行っていきます。 Next slide please。 次はプラスチック資源循環戦略です。 Next please。 Next slide please。 日本は2004年の G8 サミットでこれは当時の小泉総理大臣から 3R イニシアティブ、リデュース、リユース、リサイクルを提唱をしてきました。従来から循環型社会の取り組みを国際的にリードをしてきたわけでございます。昨年の G20 首脳会合では海洋プラスチックごみに関して2050年までに汚染ゼロを目指す大阪ブルーオーシャンビジョンを提唱し、これも合意がなされています。今後も製品や社会システムを再設計し、精神、そしてサービスのライフサイクル全体を伴えて、循環型、経済型にいち早く移行させるべく課題解決を図ってまいります。我が国では 3R プラスリニューアブル、再生可能資源への代替を基本原則としたプラスチックの資源循環を総合的に推進するためのプラスチック資源循環戦略を昨年策定しております。これは資源、廃棄物制約、海洋プラスチックごみ問題、そして地球温暖化、さらにはアジア各国による廃棄物の輸入規制などの幅広い課題に対応をするためのものであります。先月から経済産業省とともにプラスチック資源循環戦略の具体化に向けて審議会を開催をして検討を進めています。国民の皆様、事業者の方々、自治体の皆様などの各界各層との連携、共同を通じて必要なインベストメント、投資、そして技術やライフスタイルなどのイノベーションを進めていきたいと考えています。Next slide, please. 次が分散型社会への移行です。Next slide, please. ワーケーションとありますが、これはワークとベーケーションを組み合わせた造語で、観光地やリゾート地で休暇を取りながらテレワークをする働き方です。環境省ではコロナ収束後に向けまして観光客の減少で打撃を受けた事業者の雇用の維持そして確保に取り組むとともに国立公園等園温泉地でワケーションが可能であることを発信し国立公園などで遊び働くという新たなライフスタイルの確立を進めたいと考えています。あとこうした新しい価値観選択肢を提供するための環境整備も進めていきます。具体的にはツアーの企画実施費用の支援子ども向けプログラムの企画実施費用支援PR 費用、そして旅館等でのワケーションのための様々な、Wi-Fi、スペース改装といった環境整備支援、こういったものを実施していきます。国立公園のワケーションのような形で地方からでもリモートワークができる、そして地域の中にお金、人も含めて経済が回っていく、そうした形を支援することはまさに環境省が中心になって、ニューノーマルを後押しをしていく政府の一つだと考えています。コロナが収まりました後には日本の国立公園に足をお運びいただきたいと思います。 Next slide please。 Marta, could you please go to the next? And the next? Next please. Page 7。 最後に、コロナウイルスからの復興と気候変動環境対策に関するオンラインプラットフォームについてお話ししたいと思います。この4月末にドイツそしてイギリスの主催によりオンラインで第10回ペータースブルク気候対話が開催されました。そこにはメルケルドイツ首相そしてグテーレス国連事務総長ら30カ国の大臣政府高官が出席をしましてコロナからの復興と気候変動対策をテーマに意見交換がなされています。この気候対話の中で、小泉環境大臣は、気候変動対策に関する国際的な機運向上に貢献すべく、オンラインプラットフォームを提案をしたということであります。この提案に対しまして、UNFCCC、気候変動枠組み条約事務局長、そして主要国の支持、賛同をいただきまして、今月6月1日から、枠組み条約事務局が開催をしました、ジューンモーメンタムというオンライン会合において、小泉大臣がビデオメッセージを通じて、新型コロナウイルスからの復興と気候変動、環境に対するオンラインプラットフォームを9月上旬に立ち上げる考えを表明して各国に参加を呼びかけています。
新型コロナウイルス感染症と気候変動、この2つの危機を克服するには国際協調が不可欠。今回提案したこのプラットフォームを通じて、各国の取り組みについて閣僚レベルで意見交換し学び合うことで、この2つの危機に同時に取り組んでいく、そのための機運を高めていきます。具体的には9月上旬に閣僚級のオンライン会合を開催をし、各国から提出される状況、情報、例えばさまざまな取り組みに役立つ、取り組みを掲載をするウェブサイト、オンラインプラットフォームを構築をします。COP26 は来年の11月の開催となりましたが、コロナ危機と並ぶもう一つの地球規模の危機である気候変動に対して取り組みを加速化させることの重要性は変わりません。そのためにこのプラットフォームを通じて、世界の国々が連携し、協調し、そして情報を共有しながら、コロナ後の世界を再設計、リデザインをしていくことが大事だと考えております。日本は引き続き貢献を果たしていきたいと思っています。以上です。森下地球審議官、どうもありがとうございました。それでは今いただきました EU、それから日本の復興に関するご報告について、専門家からコメントをいただきます。EU 側からは、ハイン・ブレックスマン、ABM アムロ銀行サステナブルファイナンスデスク長からコメントをいただきます。それでは、ブレッケルマンス、お願いできますでしょうか。ありがとうございます。このような場にお招きいただきありがとうございます。日本と EU が緊密な連携関係を保っていることを嬉しく思います。日本には昨年の10月訪れる機会がありました。 EU の気候大使の言葉、心強く思います。私たちの社会が必要な行動をとってサステイナブルな復興をするために重要な時期だと思います。気候変動というその他の危機に対応するためにも重要だと考えています。新型コロナウイルスというのは気候変動の危機に対するリハーサルになっていると考えています。 EU の対策の中で非常に重要なのが EU タクソノミーというものです。これは金融産業がより経済をグリーンにするために使うためのツールとして作られているものです。これは何が環境的に持続可能なのか、どのような活動が環境的に持続可能なのか、どんな状況でかを明らかに定義しています。つまりこれによってグリーンウォッシュに終止符を打つことができます。というのは共通のサステナビリティについての定義を盛り込んでいるからです。そしてこれは測定のためのツールでもあります。企業活動、そして投資活動のサステナビリティを測ることができる。それによって一貫したレポーティングをすることができます。同じ基準で比較できるからです。またこれは移行のためのツールでもあります。さまざまな投資機関、企業、そして金融機関、あるいはその金融機関のクライアントなどがこれを使えば移行のための目的、そして方向性を設定することができます。これはサポーティングツールでもあります。 EU の環境目的にも合致し、パリ協定の目標にも合致しています。これをもって情報を得た上で決定をすることができ、効果的なツールの策定に役立ちます。最後にダイナミックなツールでもあります。 EU の ETS 市場や EU セクターポリシーのように更新され修正されていきます。先ほど大使の方から話があったように、これはまず最初に気候変動の緩和、そして第二に適応対策に使われていきます。将来はこれは持続可能な水の使用、そして保護、海洋資源の保護、循環経済への移行、そして汚染の防止と抑制にも使われますし、また生物多様性の保護、再生、生態系の再生にも使われています。金融機関としてはこれを実施していくにあたって課題となっているのがデータです。クライアントからデータを集めることが課題となっていますが、しかしこれは私たちが現在金融機関として取り組んでいることです。最後になりますが、非常に重要なのがこの共通の言語を持つということだと思っています。森下さんからすでに真の価格についてお話がありました。インパクトを金融的な観点からだけではなくて、
社会的な価値、そして生態的な価値からも測っていく必要があります。こうしたことが共有されればインパクトについて話すことができると思います。私からの発言以上です。ありがとうございました。 Thank you, Mr. Blekelman. So, the, 日本側 の, あの専門家のコメントに移ってまいります。日本側からはですね、国際金融情報センター理事長の玉木麟太郎さんからコメントをいただきます。では玉木さん、お願いいたします。It is muted. I'm really sorry, but my interpretation does not work. So I'm sorry, I'm not able to answer that question. I'm really sorry. My interpretation doesn't work anymore. 私の通訳がよく聞こえないんですけれども。Okay, Mr. Blekelman, maybe I could pose a question in English to you then. So, the Tamaki さん、それではコメントをお願いいたします。高村社長、ありがとうございます。今のお話、小泉大臣以下のお話を聞いてて思いますのは、EU は去年の末、新しい体制がスタートしてから、このユーロピアングリーンディールという気候変動への取り組みを中心とした環境政策を推進していくことを、まさに看板政策として取り上げてきました。まあ、あえて言えばもう一つの看板はデジタル戦略なんですが、もし皆さん EU のヨーロピアンコミッションのホームページ見ると、一番上がヨーロピアンニューディールです。で、コロナクライシスが発生した後も、実はこのヨーロピアンニューディールをめぐっての予定された進捗は、ほぼ予定通り、若干の遅れは伴いながらも着々と進んでいます。先ほどお話のあったタクソノミー、ヨーロッパの世界で何がグリーンなのか、何がグリーンなアクティビティなのか、あるいは実はこういうものはグリーンウォッシュであって本当のグリーンではないということを厳密に分類する作業ですが、これも大きく進展しました。そこにコロナクライシスからの復興という状況が発生して、うまくグリーンリカバリーという、そのための資金動員も当然のことながら確保できるような状況が到来したということが言えると思います。まあ、それに比べると他の国は、日本を含む他の国は、この面で特段の方向感があるわけではありませんでした。巨額の公的資金を日本も動員し、おそらく明日は31兆円の市場空前の補正予算も成立するわけですが、そうしたものに柱として気候変動が本当に中心に立っているかといったら、そういう国は少ないんだと思います。今の時点でリカバリーをする際、経済復興を果たしていく際に気をつけなければいけないことは、我々が持っている長期目標と整合的な復興の仕方をしなきゃいけない。そうしないと、今使ったお金、今復興しようとする民間の努力、これは我々の将来の経済社会を決めてしまうから。英語ではロックにしてしまうからと言いますが、だからこそ政府は長期的な我々の戦略に基づいた資源配分をこういう時こそきちんと行わなければいけないんだと思います。政府に求められている点は、簡単に言えば3つ。1つ目は、特に気候変動に関して言えば、取り組みは EU ですら2050年まで一生懸命やるわけですから。まあ、1年や2年の何をするか、何をするの話ではありません。一体3年後、5年後、10年後、15年後、何をするつもりなのか。で、その計画をきちんと国民に説明し、しかもブレないでいること。これが第一。第二点目は、今、資金を動員してくれるのは公的セクターじゃなくて民間セクターなわけです。
民間セクターが最終的に本当に必要としているのは、市場を使ったシグナル、お金に換算したエミッション、その温室効果ガス排出のコスト、すなわち炭素税や排出権取引といったカーボンプライシングですから、政府がこの時点でカーボンプライシングの導入に向けて大きく踏み出すということが極めて重要。3点目は、この気候変動への取り組みというのは経済社会への大きなトランスフォーメーションをもたらすものですから、森下審議官には申し訳ないけど、環境省だけの仕事ではありません。環境省はもちろん重要な、この分野で重要ですが、例えば農業、例えば貿易、例えば税制、例えば都市計画というような、他の分野の政策も、この気候変動対策という目標に向けて、きちんと整合的に、これをポリシーアライメントと言いますけれども、一斉にこの目標に向けて役に立つ、あるいは邪魔をしないということをきちんと検証しなければいけないという3点だと思います。まあ、日本は EU のようにはっきりしたその明示的なリーダーシップでこの問題を最もプライオリティの高いテーマとしてセットしてあるわけではありませんけれども、政府がこれから取り組むにあたってはこの3点をぜひ重視してもらいたいものだと思います。以上です。玉木さん、どうもありがとうございました。今2人のキーノートスピーカー、そしてお二人の専門家からのコメントをいただきました。ここからそれぞれのパネリストとのディスカッションをしていきたいと思います。でその前にですね、もうすでに皆さん慣れていらして使っていただいておりますが、これまでの報告コメントを受けて、パネリストに質問をしたいということがありましたら、このチャットのウィンドウに誰宛ての質問かというのを書いてお送りください。日本語でも結構です。英語でも結構でございます。すでに実は事前にですね、参加登録をされた際に、質問をいただいております。その質問を踏まえて、私の方からそれぞれのスピーカーに質問を投げかけたいというふうに思っております。まず、ヴァン・フォーケレン大使に対してご質問でありますけれども、EU が今回打ち出した最高の、リカバリーのパッケージについては、大変日本でも関心が高く、その内容についてぜひ知りたいという、オーディエンスの、視聴者の声がございました。で特に、気候変動、エネルギー転換の分野、この構想をより具体的な政策にどうしていくのか、これはグリーンディールの政策とも関わることだと思いますが、この点について少し詳しくご説明をいただくことはできますでしょうか。高村さん、ありがとうございます。具体的なことについて言えば、非常に明確な考え方を持っています。もちろんこれはプログラミング、あるいは加盟27カ国のさまざまなアイデアに基づいて行う必要がありますが、しかし私たちが注視したいテーマ、グリーンリカバリーで重点を置きたいテーマというのはかなり具体的になっています。まず第一に、ソーラーパネル設置を加速化させるということです。2番目に、建物のリノベーション、特に公共の建物、そして公営住宅のリノベーションです。ヨーロッパでは建物の1/2以上、半分以上が築年数が40年以上となっています。ですからできるだけ早く断熱をする必要があるわけです。3番目に、輸送手段の電化を進めていくために、できるだけ早く大規模な充電ステーションの設置というプランを進める必要があります。私たちは100万箇所の充電ステーションをヨーロッパ中に設置するという考えを持っています。次に、スマート送電網の展開、そして最後に植林ということになります。それらに加えて、
もう少し時間がかかるプログラムもあります。しかしそれでもグリーンディールの一部となっています。一つは明らかにさらに陸上洋上の風力発電を進めていくということ、そして将来の分野と分かっているところについての研究開発を進めていくということ、2018年にバッテリーアライアンスを作りましたが、これからはグリーンな水素アライアンスを作ろうとしています。以上です。グリーンにしていくというのが柱になった政策だというふうに見て取りました。先ほど大使のご報告でもありましたけれども、日本も含めてですね、大変大きなお金をこの復興に導入をしようとしています。 EU の場合はこの財源をどういうふうに確保しようとされているんでしょうか。そうですね、どうやってこれ財源を確保するのかということですね。ヨーロッパの予算に関して言えばそれほど問題ではありません。というのは今ヨーロッパでは財政赤字は抱えていないからです。しかしながら今新しいこのポストコロナウイルスのスキーム、ネクストジェネレーション EU というものを提案しています。提案している額は7500億ユーロのものです。この資金はもちろん返済する必要があります。というのは初めて資本市場から借りようとしているからです。そしてその財源としては3つの解決策があります。1つは加盟国がもっと資金を出すということ、あるいは将来歳出を削減するか、あるいは新たな資金を確保するかということです。この新たな資金源の候補としていくつかの提案をしております。そのうちの一つが新しいプラスチック課税、2番目に排出権取引市場の拡大です。現在ではヨーロッパでは取引価格1トンあたり20ユーロ以上になっています。それからカーボンボーダーアジャストメントタックスというものがあります。万が一加盟国の一部が排出削減の野心を引き上げられない場合、そうなりますとこのカーボンリーケージのリスクがあるわけですが、その時にこの炭素を国境を越えて調節をするというものが実施されます。どうもありがとうございました。それでは森下さんにも1点目は同じ質問をしたいと思うんですけれども、日本の緊急対策について先ほどご紹介をいただきました。これからより本格的に復興の中で脱炭素化、デジタル化とともにですね、脱炭素化を進めていくということだったと思うんですけれども、具体的にこの復興の中でどのように具体的な気候変動対策、特に同じ質問と言いましたけれども、エネルギー分野、エネルギーの転換というところで、どのような対策を特に考えていらっしゃるか、お答えいただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。先ほど玉木先生 のお話の中にもありましたけれども、今日本は政府としてはですね、補正予算、コロナのパンデミックの状況からの復興を目指した補正予算、これの議論をしております。そして、アフターコロナ後、さらに日本の社会、そして経済をより良くしていくための取り組み、この検討は引き続きこれからも行っていくということだと思います。そして、その中で必要とされるのは、コロナ対策という観点のみならず、もう一つの重要なグローバルな課題でもある気候変動対策、この2つの課題を同時に解決していくこと、これを目指していく必要があるということで あります。その中のいくつか重要なテーマ、そして取り組みを講演の中でも少しご紹介をさせていただきましたけれども、例えば電気自動車、そして省エネルギー、そして IoT、デジタルトランスフォーメーション、そういった新たな技術、取り組み、そして水素もそうですけれども、
そういった新たな取り組みを進めていくことが、コロナ対策、そして気候変動対策、双方に有効であるというふうに思っています。今後、このアフターコロナを考えて、社会全体でトランジッションを行っていく必要があるというふうに思っています。つまり、これは玉木先生からご指摘がありましたけれども、コロナ対策だけに役立つということではなくて、コロナ対策にも役立つし、気候変動対策にも役に立つ。そして農業、さまざまな分野でもベネフィットがある。そういったマルチベネフィットを目指す、そういった取り組みをこれから進めていく必要があるんじゃないかというふうに思っていることが一つ私の申し上げたいことです。で、合わせてもう一つ申し上げるとすると、アフターコロナの世界ではですね、この世の中は新たな社会規範、そしてフレームワークといったものを求めているんだと思います。例えばデジタルトランスフォーメーション、IoT、そして AI、ナッジ、さまざまなカッティングエッジの技術、こういったものと私たち人類社会がどう向かい合っていくのか、その付き合い方、進め方、そういったものに関して柔らかなルール作りといったものも必要だと思いますし、それを進めるためのフレームワークを政府がしっかりと示していくということが重要だろうと思います。そういう意味からは、EU がご提案されていますグリーンディール、そして日本が今提案をしていますオンラインプラットフォーム、こういったものは、その講師となる、いいきっかけとなるというふうに思っています。こうした検討を深めることで、そして我々としても EU の皆様方、そして EU 以外のさまざまな方々、国際的な協力を進めることで、アフターコロナの社会をどう変革していく方に関して経験を積み重ねることで、おそらくこう近い将来、ビヨンド2030、今現在我々は2030年アジェンダ、SDGs、ゴールを持っておりますけれども、2030年を超えた先にどういった社会を作っていくのか、そういったことを今後議論をしていく時代に入っていくと思いますが、EU、そして日本のこういった取り組みは、それを形作っていくための基礎的な役割を果たすマイルストーンになるのではないかというふうに考えています。EU ともしっかり連携させていただいて、この取り組みを進めてまいりたいと思っています。以上です。ありがとうございます。森下さんの、私じゃないと聞けないのかもしれませんけれども、聴衆の皆さんからですね、一つご質問があるのは、この日本がこの緊急対策の中で脱炭素化を掲げたというのは素晴らしいと。で、これを具体的にするのに、やはりその2030年の目標、これあるいはそれに向けた地球温暖化推進計画の見直しはどういうふうな予定なのかというご質問がございます。これについていかがでしょうか。はい、ありがとうございます。I'm expecting that. 今年3月に日本が NDC を提出しているということは皆さんご承知のことだと思います。それでそこで我々が世の中に伝えたかったことは、日本はですね、NDC をこのままにはせず、現行目標にとどまらない、さらなる野心的な削減努力を反映した意欲的な数値を目指すということであります。これをその中に書き込んでおりますし、しっかりともう世界にもですね、発信をしていきたいというふうに思っております。まずは地球温暖化対策計画の見直しを進め、COP26 までに追加的な情報を提出するということにまず取り組んでいきたいというふうに考えています。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、お二人の専門家にも お話を伺いたいと思いますが、はじめにブレッケルマンさんに お尋ねをします。先ほどの EU の大使のご報告の中でも、もちろんパブリックセクターのパブリックファンドですね、公的な資金は大変重要だけれども、プライベートな資金というものも非常にこの重要だと、プライベートインベストメントというのはとっても大事だというふうにご指摘があったと思います。これは同じく、コメンテーターの玉木さんからもそのようなご指摘があったというふうに思いますけれども、実際に金融機関にいらっしゃるブレッケルマンさんの目から見たときに、EU の現状の政策について、現在の政策についてはどのように
評価をされているか、あるいはどういうもっと強化すべき点、どういう問題があるのかと、これが復興にとってやはりこうあるべきだという提案というのがございましたら聞かせていただけますか。はい、EU でもまた銀行業界でも非常に重要な分野というのが循環経済への移行です。しかし循環型の企業と直線型の企業を比べてみると、今の経済というのは資本、特に金融資本によって動いている経済ですので、循環型の企業と直線型の企業の間で公平な競争の土壌ができていません。まず循環型経済というのはまだ市場としては成熟していません。主には新規企業が参入しています。そして銀行とイノベーションというのは相性がよろしくない。だから金融機関ではなくて投資家視点の民間資金が必要なんですが、それが難しい。そしてまた循環型企業と直線型企業を比べてみると、直線型企業の方がより多くのお金を稼いでいる。その要因としてまず例として挙げられるのが税制です。この点ヨーロッパでも指摘してきましたし、昨年10月に日本にいた時も指摘したんですけれども、税制を変える必要がある。でそれが EU 内でできれば非常に良いと思います。というのは現在ではこの原材料ではなく労働力の方により多く課税されているからなんですね。循環型経済というのはより少ない資源を使ってより多くの労働力を使う労働力集約型の経済になります。現在ヨーロッパの税収納の 51% が労働から来るもので、原材料から来るものは 6% です。すなわち私たちのこの政策というのが直線型の企業をより刺激するようになっている。したがって税制を変えてこのより資源を少なく使ってより多くの人を雇用するようなインセンティブを与える必要があります。ちょうど今コロナウイルスの関係で多くの人が失業していますから、これを始めるには非常に良いタイミングだと考えています。そしてこれはまた循環型経済にを推進するにあたっても非常に良い時期にあたっていると思います。もう一つ会計基準も変える必要があります。今の基準では資産をできるだけ早く減価償却させようとしていますけれども、循環型経済においてはできるだけ資産の価値を残しておきたいわけですね。でも現状ではやはり直線型の企業を利するようになっている。ですからこのような税制や会計基準を変えることによって公平な競争状況を作ることが必要です。そうなれば私たちのような銀行も融資を始めることができます。もちろん政策面だけではありません。銀行もイノベーションをやっていかなくてはなりませんが、それでも EU 政府の支援が必要であることは確かです。思います。またちょっと戻ってこようと思うんですが、玉木さんにご質問をしたいというふうに思っております。大変大きな観点から先ほどコメントいただきましたが、一つは非常に大きな公的資金を投入をするということですけれども、この投入をする資金をどういうふうに到達するか、これ使い方については長期の視点を持って整合的に、長期戦略、長期目標と整合的にということでしたけれども、それをどうやって調達をするのかという点については、ご経歴を存じ上げているものですから伺いたいと思うんですけれども、何かサジェスチョンというのはございますか。高村先生、今回の公的資金の動員は、ほぼ 100%、完全に 100% 国債発行です。これは緊急の対応を要求してるからという意味で避けられないことだったと思いますけれども、こうした形で日本国民の貯蓄が使われたときに、我々は本来あった別の使い道を失ってるわけですね。本来ならばもっとこの金が有効に使われたかもしれないという隠されたコストがこの公的資金の調達の仕方には入っています。
さらに言うと、実は今政府が何をしなければいけないかってさっき3点申し上げましたけど、今の議論の流れからすると最も重要なのはビジネスをやってる皆さん、そして長期の投資家を中心にしたファイナンスに携わる皆さん、こうした方々が直面しているチャレンジというのは、実は、まあ、政府も大変ですけど非常に深刻なものがあります。気候変動によって我々は脱炭素、すなわち化石燃料を燃やしてエネルギーにするという、その長年産業革命以来続いてきたそのプラクティスから脱却しようとしている。それによって社会システム、経済システムが大きく変わると。そして今回のパンデミックによって人々のビヘイビアが、行動様式が、あるいは考え方が大きく変わる。この両方にビジネスやファイナンスの関係者は対応しなきゃいけないわけです。端的に言えば自分のやってるビジネスがこのまま陳腐化しないビジネスモデルとしてやっていけるか、とか、自分の投資してる金融資産は価格が下がっちゃうんじゃないかとか、あるいはもっとこういうその人々の行動や意識の変化に対して的確に対応してるかどうかの企業のレピュテーションの問題もあります。こうしたことにうまく対応していくことができれば、そして皆さんがそのために残された自分の手元に残った資金を有効に使うことができれば、それはその公的資金が大量に動員されたとしても一歩前進になるのではないかと思います。あんまり具体的な例を挙げると差し障りがありますけど、例えば両方のチャレンジ、気候変動とコロナの両方のチャレンジがシンクロナイズしているのは、例えば航空業界。航空業界は一体どうなったらいいのか。公的資金を、まあ仮に公的資金なり、金融のファイナンスの世界で、また元のような世界の航空業界を再建するのが、それが正しいのかどうか、ここは考えどころですよね。まあこうした意味で、多くのビジネスや投資が、まあ、なんというか、クロスロードにある。十字路に立っているという状況にあって、まあ、公的資金の話も非常に重要ではありますけれども、各企業が、各投資家がどうやってこれからの、自分たちのビジネスや投資を、に資金を振り向けていくかっていうことが最大の問題なんだという気がしています。以上です。ありがとうございます。今玉木さんがご指摘になった航空業界については、実は今お参加の皆さんから航空業界に対する対応について日本、EU どういう考え方があるのかというご質問も来ておりました。ちょっとここでこれを取り上げませんけれども、お知らせをしておきます。今の玉木さんのコメントを受けて、Mr. Breckelmans、玉木さんと両方にお尋ねをしたいんですけれども、先ほどありましたように民間の投資っていうのが非常に重要だと、この復興の中でですね。その観点から見たときに、Mr. Breckelmans が何を政策に対して一番今期待をされますか。実際に民間投資に携わっている方として、こうした施策があると復興に貢献をできる民間投資がさらに加速をするというサジェスションがあればいただきたいと思います。で、同じ質問は玉木さんにですけれども、民間投資を日本においてですね、今日本も民間投資がこれからどうなるか大変不透明な中にあると思うわけですけれども、民間の金融機関投資家がこの復興について投資を拡大していくためにどういう日本としての施策が必要と思われるかと、それぞれの EU と日本の側に必要と思われる施策を教えていただけると助かります。どちらでも結構でございますが、 Mr. Breckelmans。 はい、
EU のタクソノミー、これはガイドラインです。つまりこれには共通の定義が盛り込まれています。もし共通の定義があれば、投資家がポートフォリオの中でどこがサステイナブルなのかという問いを発することができるようになります。これはより多くの民間セクターの資金がこの金融のサステイナブルなフィールドにもっと流れ込むようにするために役に立ちます。私は EU がタクソノミーを設定し、そしてグリーンウォッシングを防ぐようなこの共通の定義を成していること、これを非常に歓迎しています。というのはこれが EU がこのような方策を取っていることを私たちも大変嬉しく思います。何か具体的な財政投入等の刺激策っていうよりは、まあ、明確なファイナンスセクターへのガイダンス、政策ガイダンスが重要だということで、まあ、今の EU の方向性で大変これでいってほしいというご意見だったと思います。玉木さんいかがでしょうか。はい、まあ、ガイダンスとして一番有効なシグナルは価格です。価格シグナルをきちんと与えるということはとっても大事で、もう少しカーボンプライシングの議論が日本でも進むといいと思います。もう一つ、まあ企業の経営者、あるいは特に長期の投資家にとって重要なのは、情報の開示です。様々な努力が進んでいます。TCFD をはじめ、自分、企業がどういう気候変動対応をしようとしているかについて、比較可能な形で情報を開示してくれること、それを政府が手助けすることは非常に重要です。ただこの情報開示の議論をしていくと、結局は今おっしゃったようなタクソノミーの話にどうしてもたどり着いてしまいます。漫然と環境にいいとか、漫然とグリーンだって言っているその漫然とした感じが、はっきりした数字でここまでという形で決められているのがタクソノミーの世界です。これが EU を中心に進んでいることは、まあ、世界全体で見れば非常に好ましいことかもしれませんが、あまり日本がこれにこういう作業に積極的に関与している形跡がないのは非常に残念なことです。最後に一点付け加えると、まあ、政策そのものも大事ですけれども、もう少し若い世代、すなわち私のような、年配の人たち、年配の人間が考えるのではなく、また別の感覚を持ったミレニアル世代以下の若い世代の議論がもっと強く政治なり政策なりに反映するような仕組みができるといいなと思います。それはヨーロッパを見ていると、そうした声を吸い上げるようなメカニズムが自然とできてきて、まあ、端的に言えば、例えば、緑の政党、グリーンポリシーを掲げた政党みたいなものが非常に多くの支持を集めている。まあ、これを、日本にそのまま当てはめることはできないでしょうが、でも若い人たちが持っている考え方、感覚をもう少し表現してほしいし、上の世代はその感覚をなるべく積極的に汲み取って政策なり政治なりに反映してほしいものだと思います。ありがとうございます。今復興について、EU、日本それぞれ、報告者、それからコメント、専門家からお話を伺いました。これまでの議論を踏まえてですね、実はたくさんの今チャットでご質問が、あるいはコメントが来ておりますけれども、日本と EU、あるいは国際社会でこの復興をどのように協力して進めていくかという点について、それぞれこのリストから4人の報告者と専門家からお話を伺いたいと思います。私の質問は、この新型コロナウイルスの影響で国際関係は
どういう影響を受けているのか、そしてもう一つは、もし日本と EU がより強化した協力連携をしていくとすると、どの分野が最も重要な分野と思われるかという点について、お話を伺えればというふうに思っております。 So the distinguished ambassador, maybe you could start. はい、まあ、最後におっしゃったポイント、つまり私たちの連携関係をどの分野で強めていくべきかという点ですが、2つの分野があります。まず1つは公衆衛生の分野、どのようにしてワクチンを開発するのか、そしてまたワクチン接種をできるだけ早く実施していくのかということです。もちろんそこでは WHO が重要な役割を果たさなくてはなりません。2番目に、私たちの経験を比べる、交流するということ、どのような形で景気後退から脱するのかについてです。そして今回の危機にあってはお金の使い方を短期的に使いながらも、同時に脱炭素化のための長期的な目標をも視野に入れて行うということです。もちろん歳出を増やして減税をしていかなくてはなりませんが、私たちは数年後にまた同じことを繰り返すことはもうできません。したがって一つしか頭がないのであれば、もうそれをちゃんと正しく打つことが必要ですよね。ですので、小泉大臣から提案があったような意見交換を行うという案、これは私たちも歓迎します。そのような協力を強化して、もっとレジリエントでグリーンな社会を作っていく必要があると思います。石田さん、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。小泉大臣の講演の中、ご挨拶の中にも、私の講演の中にも掲げられてましたが、3つの移行、脱炭素型社会、そして循環経済、分散型社会、これに移行していくことが非常に重要であるというふうに思っています。それをまあ申し上げた上で、私一番大事なことはですね、国際社会が協力をしてみんなでこの問題に取り組んでいくということが非常に重要だと思います。その意味ではしっかりと情報を公開をして共有をしてみんなで取り組んでいけるような、そういった形を作り出していくこと、これが非常にこれからの取り組みにとって重要だと思います。加えて言うと、サイエンスを非常にしっかりとやっぱその尊重した取り組みを関係各国、関係機関が進めていくこと、この重要性も合わせて指摘しておきたいと思います。で、そのためにもですね、その横串となるものは一体何かということになると、やはり情報ということだと思います。今後、アフターコロナの社会を考えていくにあたって、やはりいかにこの情報というものを、いかにうまく処理をしていくか、使っていくか、IoT、AI を使ってうまく人類がそれをうまく効率、そうですね、アドバンテージとディスアドバンテージ、いいことと悪いこと両方ありますけれども、いかに人類のために情報をうまく使いこなしていくか、そういった社会を作っていくということをしっかり考えていく。これが重要だというふうに思っています。ありがとうございます。それでは、ミスター・ブレッケルマンさん、どうでしょうか。はい。世界に対して何を示すのか、その他の国々は、もっとお金を中心に動いているかもしれません。で、それに対して私たちはお金を中心に動くのではない文明を示すことができる、お金ではなくて価値を付加することで文明を示すことができるのではないかと思いますということです。玉木さん、伺いたいと思うんですけれども、優先的に協力をするエリアについても伺いたいんですが、もう一つ伺えればと思うのは、この感染症の影響で国際関係はどういう変化があるのか、どういう懸念があるのかということについて、もしよろしければいただければと思います。私は2008年の金融危機の時は、まあ、直接の担当者の一人として世界中に
協力のネットワークができて、まあ今思えば G20 だって FSB だって、それがクライシスの生んだもの、極めて強固な国際的協力のメカニズムができたわけですが、気候変動、そしてさらに端的には今度のパンデミッククライシスはそうはいかなかった。必ずしも国際的な協力がスムースにいってるわけではない。奇妙なことです。こうしたクライシスは自分たちだけで解決できるものではない。全員にとって終わらないと誰にとっても終わらない。例えばニュージーランドは感染者が出なくなったけど、それでも国を開けることができない。外国との往復ができないわけですからね。そういう状況にありながら国際協力というのがうまく進まないというのは様々な理由があると思います。もちろん公衆衛生の問題だから、金融のように同じ言葉で喋れない、同じシステムではできてないということもあるかもしれません。ただ、日本と EU を比べてみたときに、日本と EU の関係はかなり有利なものがあって、それは英語で言うと like-minded。割と考え方が、基本的な考え方が似てるんですね。だから、こうした対話も比較的話が噛み合うし、森下さんが言ったように科学的な知見を否定して、全くその議論の土台ができないなどという関係には立っていないので、日本と EU の間はもっと深く、対話を進めていくことができるように思います。ありがとうございます。そろそろ終わりの時間に近づいてきてしまいましたけれども、最後にスピーカーの4人の方から、これだけは聴衆に、この COVID-19、このコロナウイルスの感染症対策、感染症とですね、緑の復興の観点からこれだけは伝えたいというのをおっしゃっていただきたいと思います。でその前にですね、実はたくさんチャットでご質問をいただいております。申し訳ありません。一つ一つ取り上げることはできませんけれども、例えばサイバーセキュリティの問題ですとか、さらにはそのレジリエンスについて、この日本、EU、どういうふうに対応していくのか、あるいは先ほど航空業界の話も出てまいりましたけれども、こうした問題の多くは、この後のウェビナー、この後続きます、8回のですね、ウェビナーの中でも取り上げられていく問題だというふうに理解をしております。こちらにいただいたチャットはそちらの方にお送りたいというふうに思っております。それでは、大使、口火を切って、オーディエンスにぜひこれだけはお伝えしたいという点についてお話をいただけますでしょうか。はい、チャットでいろいろな質問を寄せられました。それについて取り上げる時間は今回ありませんが、おっしゃったように次回のウェビナーで取り上げられるかもしれません。私が強調したいのは、すでに申し上げたように、公的な資金、あるいは減税というものがグリーンなものでなくてはならないということです。しかしさらにもう一つ重要な点があります。すでにブレッケルマンさんと玉木さんの方からも指摘がありました。これが民間セクターの重要性という点です。もしも民間セクター全体が関与しなければ脱炭素化を実現することはできません。そしてそれにおいては3つの点が重要です。まず最初が安定した長期的な政策枠組みが必要であるということです。これがあれば民間セクターはどの方向性に私たちが向かっているのかを分かる。だからこそ私たちは2030年の目標を修正しました。これを 40% から 50% ないし 55% に引き上げます。そして2050年までに気候中立性を獲得するということです。これによってあとどのぐらいの余裕があるのかということを企業が分かることができます。2番目にこのカーボンの価格付けです。先ほどもブレッケルマンさんが原材料に対する課税についてお話をされました。つまり外部経済を内部化しなくてはならないわけです。そのためにカーボンプライシングがある。 EU では
この ETS スキームがあります。日本やその他の国々もそうした措置を取ってほしいと考えています。3番目に、すでにこれもおっしゃいましたけれども、金融セクターの透明性が必要です。そのためにタクソノミーが重要なんです。タクソノミーがあれば透明性が確保できて、何がグリーンで何がグリーンでないのかを知ることができます。もしも日本がタクソノミーについての議論に加わっていただければ幸いです。10月にワシントンで行われる IMF 総会において、サステイナブルな金融についての国際プラットフォームをローンチします。インド、中国、多くの国々が参加を表明しています。カナダも、そしてノルウェー、スイスも加入するということです。シンガポールも関心を示しています。日本はサステイナブルな金融のリーダーですので、日本がまたこの IPSF というプラットフォームに参加していただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは森下さんの方からぜひ一言言いたいことをお願いいたします。ありがとうございます。気候変動の影響もどんどん出てきている。そして一方で我々を取り巻く技術、これも大きな変化の時代を迎えている。これからぜひ若い人が中心になって明るく楽しい世界、そういうものを作っていってほしい。住んでいて楽しい、そして働いていて楽しい、そういった社会を作っていっていただきたいと思いますし、それは可能だと思っています。そのためにもですね、柔軟な仕組み制度というものを作っていくということが非常に重要だと思います。ハザードとリスクという考え方があります。ハザードは例えばウイルスの存在、これを完全になくす、エリミネートしていくということはできないかもしれません。ですがリスクで考えてみると、これはハザード×エクスポージャー、ハザードの程度とそれにさらされる頻度、マグニチュード、そういったものを下げていくことで、このハザードとそれからエクスポージャー、いずれかをこう下げていくことでリスク全体を下げていくことが可能になります。そのためにもですね、情報をうまく使ってベネフィットを最大化をしてリスクを最小化する、そういった社会を作っていくことがこれから我々の大きな課題なんじゃないかと思いますし、それができると考えています。以上です。ありがとうございます。それではブレッケルマンさん、どうでしょうか。ご指摘になった3点、私たちも賛同いたします。金融機関にとって、大企業にとって、消費者にとって、そして EU 全体にとって、長期的に方向性を知ることが重要です。ですので、EU タクソノミーなどのガイドラインがあれば、その方向性を知ることができます。また、排出削減量の割合についても知ることが必要です。そして循環経済、どのぐらいの割合に高めなくてはならないのかを知ることも重要です。すでに多くの人が指摘されていますが、新型コロナウイルスというのはより大きな問題、すなわち気候変動というより大きな問題に対するリハーサルだと言っています。私たちの経済がもっとレジリエントで、気候変動に対してもレジリエントなものにする必要があります。ですので将来は正しい方向が取れるのではないかというふうに楽観しています。今日は皆さんどうもありがとうございました。Thank you, thank you. では玉木さん、お願いいたします。はい、ちょっと違うこと、特に日本から参加してらっしゃるオーディエンスの方に申し上げたいことがあります。もし気候変動の議論に大きな関心を寄せてこのセミナーを聞いていただいて、へえ、タクソノミーって作業があるのか、あるいはこれからインターナショナルパネルオンサステナブルファイナンスというのができるのか、そう思われた方がいらっしゃるんじゃないかと思うんです。日本に暮らしていると、大陸ヨーロッパの議論、特にブリュッセル発の議論の紹介がすごく少ないんです。我々どうしても、悪口言うわけじゃありませんが、ロンドンからの情報を
ヨーロッパの情報として受け取る傾向があって。でも、ブリュッセルは我々にとってもすごく重要です。例えば、個人情報保護の話。あっと気がついたときには、日本企業の対応が遅れまくっていました。デジタル課税の話もそうですし、金融機関にとってはミフィド2などというインパクトの大きい話もブリュッセルから来ましたのに、日本の場合はメディアもブリュッセルのカバレッジは非常に弱いと言わざるを得ません。もっとブリュッセルの情報に関心を持ちましょう。これが今回の一連のセミナー、ウェビナーで皆さんの関心をかきたて、ブリュッセルへの関心をかきたて、ブリュッセルの情報を見ながら自分たちで考えてみるという、そういう展開になることを願っています。以上です。ありがとうございます。モデレーターの役割を玉木さんに取られてしまいましたけれども、今日90分にわたるご報告、そしてパネルディスカッションにご参加いただきました皆さん、どうもありがとうございました。今まさにこのコロナへの対応の中で、大きく我々の経済と社会を復興していこう。しかし、多くの、欧州、そして今では多くの企業や金融機関、そして国連も市民社会も、元にあった、元我々がいた社会経済に戻るのではない、新しい、将来に向けた復興をというのが、このウェビナーのシリーズのテーマでもございます。今日はまず最初のオーバーアーチングの全体に関する非常に対極的な議論をいただきましたけれども、先ほど申し上げましたようにこの後ですね、ビジネス、コネクティビティ、デジタル化、国際貿易、公衆衛生、エネルギー、そして研究開発、革新、イノベーション、気候変動といったウェビナーを開催をしてまいります。ぜひ今お尋ねをいただいているものの多くをこの後のですね、ウェビナーのところでより詳細に議論がされるということを期待をしております。小泉環境大臣が今リデザインという言葉をおっしゃいました。私たち自身がですね、日本の在り方、そしてもちろん EU もそうでありますけれども、どういう社会を、どういう経済を長期的に作っていくかということを考え始めるきっかけとして、このウェビナーが役に立てば大変嬉しく思っております。それでは今日ご参加いただきましたパネリストの皆さん、そして参加いただいた聴衆の皆さん、オーディエンスの皆さん、そして大変ケイパブルなトランスレーションをして、インタープリテーションしていただいた通訳者の皆さん、事務局を務めてくださったアントニオ・パブロ、そしてそのチームの皆さん、どうもありがとうございました。それでは今日のウェビナーをこうした形で終わらせていただきます。Thank you very much for all panelists. So I hope that we see you next time. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. ありがとうございました。どうも。